ナタリーをご覧の皆さん、こんにちは。ミュージックル TV の MC ヒャダインです。そして俺好き、俺が好き。はい、というわけでございましてですね、自分が大好き、騎士団の団長、綾小路クソマロでございます。よろしくお願いします。翔さんですね。はい、はい、というわけでナタリーさんにいつもお世話になっております。はい、もう、はい、本当に私もお世話になっております。あ、そうですか。もうね、すごくいい方々でね。そうですよね。もう僕の昨年もね、なんかアルバムのね、発売のタイミングですごく特集コーナーとかも作っていただいて、はいはいはい、もう本当に我々もそのなんというか社運をかけてのね、アルバムだったんですけど、なんか期待に応えられずすいませんでした。本当にもうその話やめましょう。もう悲しくなりますから。どうかこれに懲りずまたお願いいたします。もう次回が最後なんで。はい、というわけで、というわけで、はいはい、ミュージック TV なんですが、はい、1月から新コーナーがスタートする。なんとなんと、びっくり、うん、というわけで、そんなもん、そんなもん、もしかしたら売れるかもしれないメジャーデビューしてないアーティストが見れる店。ポーポーポー。なんなんですか、リアクションって書いてあったから。アイルコージ、かっこリアクションって書いてあった。あれしか浮かばなかったのか、どんどん行くんだもん。うん、はい、ね、というわけでね、うん、メジャーデビューしていないアーティストの映像を見まして、はい、僕ら二人がね、いろいろね、語り合って、はい、あーでもない、こうでもない、うん、僕らがプロデュースするのはどうだ、うん、まあ、そういうふうに語り合っていくコーナーでございます。はい、というわけで、翔さん、意気込みを一言。はい、いや、あのね、本当にね、今回これは、もう私呼んでいただいてね、もう心から光栄でございます。あ、うん、もう自分にやっとぴったりの仕事来たなと、ね、自分のね、ね、あの立ち位置もね、こう安定してない自分がですよ、これから売れようとしてるようなアーティストたちをですね、もう徹底的に刈り取るというね。、うん、もうね、若い目は積みまくりでね、うん、もういきますよ。本当にね、言っとくけど、そう簡単にな、売れると思うなよ。うん、違いますから、趣旨全然。違うの？違うの？だってさっきも収録終わったけど、うん、結構優しかったじゃないですか。いやいや、結構優しかったですよ。俺は厳しいぞ、本当に。いや、来いよ、海線山線のその、うん、未来のスターともよ。はい、というわけでね、そう、もう収録終わったんですけどね、あの本当もういろんなアーティストがですね、うん、見れましたね。いや、もうびっくりしましたよ。びっくりしましたね。俺大丈夫かと思うんですけど、ただ一つ言えることは、この番組は面白いです。本当に。そして見てる側もやってる側もものすごい疲れます。もう僕正直ぐったりです、うん、本当に。本当に、うん、でもね、それぐらいこんなにね、こんなになんだろう、あの、なんつうんですか、こんな身も心も焦がすような、こんな熱い番組なかなかないと思うんでね、ぜひとも皆さんにご覧いただきたいと思っておりますですね。というわけで、ミュージックル TV の新コーナー、もしかしたら売れるかもしれないメジャーデビューしていないアーティストが見れる店、ぜひご覧ください。